解決を誘発する危険千万な軍事的振動。朝鮮民主主義人民共和国人民武力省スポークスマンの談話。6日、南朝鮮軍部は空軍空中戦闘司令部所属の F-15 系、KF-16、F-42、FA-50 型機20数機と海軍第2艦隊所属の高速艇などを朝鮮西海の緊張地域に出動させ、合同軍事演習を展開した。南側の軍部交戦勢力のこうした盲導は、得てして我々に朝鮮半島の緊張緩和の努力に役に立たないと、終始と注意感などと自動応答機のような言葉ばかり繰り返していた上司も、これ以上口が聞けない軍事的対決の極みだ。全てが2018年の北と南の首脳会談以前の原点に戻りつつある。この度の合同演習は、過去北と南の間に軍事的衝突が起きた朝鮮西海の最大緊張地域の空中と海上で展開され、我々のいわゆる異常兆候と挑発を想定した状態で公然と展開された。なおさら由々しいのは、南朝鮮軍部が我々を敵と呼び、こうした軍事演習を展開した事実だ。これは絶対見過ごせない重大な挑発で、我々が必ず必要な対応をすべき状況だ。絶対に弁解できない意図的な対決の追求だ。南朝鮮軍部はこの度の合同演習の目的が、北の火力及び奇襲挑発の対応能力を高め、敵の挑発原点を打撃し、支援勢力を撃退することにあることを隠していない。南朝鮮軍部の無謀な軍事的挑発行為は、地上と海上空中で相手側に対する一切の敵対行為を禁止し、特に西海一帯を平和水域に変えることを全民族の前に確約した北と南の軍事行為に対する全面的な逆行で露骨な裏切り行為だ。敵はやはり敵である事実を忘れてはならないということを改めて悟らせ、骨身に刻まし る機会となった。敵が我々を犯そうと公然と騒ぎ立てて熱を上げるのに、我々がじっとしていられようか。七尺九年、2020年5月7日、平壌。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は、新4色、関西でした。こちらは、ソソリの声放送です。